はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、どこに来てるかというと、これ、愛知県の、天郡大治町か。大治町ですよね。東城の、ところに来てます。ちょうど、セブンイレブンのところに寄ってるんですけどね。そうですね、大治町東町店ってなってますね。天郡大治町、大和東、そう、これ東城って、多分今ここにシャーって出てるかな。メインじゃないから出してない。まあいいや、出しとこう。もうこんな話だからね。こんな感じでね、の住所になってますけど、東城っていうところに来ています。なんでこんなところにおるかというとですね、ちょうどね、この近くのところにね、ちょっと気になる、なんか自販機なのかながね、あるということなんでね。まあ一応うちのところって初期から自販機をそうやテーマにした動画っていうのもね、売りにしようと、してた時期があったなと思ってね、思い出したようにね、撮り始めてみました。何があるのかね、よくわかんない。っていうかね、私が要は見つけたんですけど、通り際にね、この辺りとかもちょいちょい走るんですけど、なんかね、そういや気になる自販機ができとるな。あれなんなんやろなって気になったんでね、それをちょっとね、見に行こうというお手軽企画でございます。単発動画になると思いますけどね。ということでね、早速行っていきたいと思います。よろしくお願いします。お。さてことはね、今日ね、暑いのよ。今日7月の31か、に撮ってるんですけどね、めちゃくちゃ暑くてね、さあ何買おうかなと思ったんですけど、ちょうどね、これ売っとったんでね、そうそう、今ね、YouTube ではね、話題になってますよね。アールコーヒーボトルってことで。東海オンエアのりょうさんのね、開発してやってるってことで。もうね、結構何本か飲んでるんですけどね、美味しいんでね、いいなってことでね、飲んでます。で、ちょっと不思議だったのが、不思議っていうかね、まあ、たまたまかもしれませんけどね、うちの近所って、これ2種類出てるんですよ。これミルク入りの、ラテの方かな。ラテのやつと、もう一個、ブラックのね、方が出てるんですけど、うちの近所は見てると、ラテの方が先に結構売り切れとって、ブラックの方が残ってるっていうケースが多いんですよね。結構デリバリー量が相当多いみたいで、この手のね、イベント系のやつってなんか速乾とかがわーって続くっていうイメージですけど、なんていうの、売れてないんじゃなくて、4面取ってあるんで、セブンイレブンの売り場で4面って言ったら相当ですからね。うん。1面ある、ね、その、常駐で1面あるって言ったらね、相当強いよね。だってそれが東海3県だけでも何千店舗あるっていう規模ですもんね。ですからね、スーパーと考えるとそのあたりが全然ちょっと規模感が違うんですけど、っていうところで見ると4面、各2面の4面取ってあるし、えぐいんですけどね。それでも、その片方は売り切れてますよとかってなってる。で、見とると補充はね、もうほぼほぼ満タンでね、ドーンと入ってるんで、やっぱ売れると売れてくんだろうなっていうことなんで、相当すごいなぁなんてこと思いながらね。ただ、その売れ行きで言うと、周り、うちの金、その周りとかで見てると、こっちの方のがね、売り付けることが多いんです。で、私、どっちかというと、ブラックの方が好きかなっていうところがあるんで、これ正直、ミルクめちゃくちゃうまいですけどね。どっちかというとね、体力いっぱい飲みたくなっちゃうんでね、ちょっと怖いところもありますけどね。どっちかというと、本当にティー感が強い。さすがスペシャリティコーヒーだなっていう感じがしますけど、久しぶりに飲みましたもんね。あ、スペシャリティコーヒーだなっていうのを。一応ね、飲んだことあるんですよ。一応、肩書き上だけなんですけど、ちょっと飲んできますね。肩書き上だけなんですけど、一宮市ね、愛知県一宮市っていうと、日本で一番ね、喫茶店の競争率が激しいということで有名で、モーニングが、もう名古屋のモーニングとも比べ物にならないっていうぐらい、もうすんごい豪華な、モーニングがついてくるよというのが有名な、一宮市っていうところがあるんですけどね。そこで働いてました。希望的に言うと、岡崎とちょうど同じぐらいかな。岡崎よりも名古屋のベッドダウン感がすごく強いところではあるんですけど。なので、どっちかというと、流通系が多いかな。工場もね、結構あったりします。大きい、トヨタ系の工場とかもあったり、するんですけど、どっちかというと流通系のところの拠点になっていることが多かったりとかして、まあ私も仕事でね、そっちの方におったっていうことがあるんですけど、ていうかそう、仕事で働いとった時に、本当、外食事業部みたいなところでやってたんですよね。で、そこの責任者やってたんですけど、その外食事業部のその店舗で、なんて言うのかな、ビュッフェコーナー、まあバイキング形式のところですよね、のところを見とったんですけど、
その、バイキングの、店の、一角にね、カフェコーナーみたいな、なんて言ったらいいの、カフェレストって言ったらいいのかな、カフェレストコーナーみたいな、やつがあって、そのカフェレストコーナーの、責任者が、その、一緒になってたわけですね。その外食事業部のそのところでっていうので、一緒の、うちがそこの、その、いわゆるチーフですね。責任者っていう、主任っていう形になっておったんで、自動的にね、そのカフェコーナーが実は別部署扱いで、カフェ事業部、一応事業部にはなってなかったか、部門として分かれてますよっていう、まあ、経理上の伝票上のね、扱いだけみたいなところがあったんですけど、っていう風になっておってね、そこも、自動的についてくるっていう形だったんで、本当にけ、あの、形だけですよね。形だけで、まあ、一応発注はやってましたけど、そこのね、コーヒー豆の発注とかやってたんですけど、っていうのがあったんで、一応一宮の、喫茶店の、チーフっていうのは、肩書きとしてだけあるっていうね、ことがあるので、一応コーヒーはね、まあ、それ雇ったからっていうか、スペシャリティコーヒーはそこで出しとったわけじゃないんですけど、あ、これね、うん、いいね、全然その、あの、あれがないですよね、あの、カフェイン感がないんでね、うん、なんならほんとスペシャリティコーヒーやから最近寝る前に飲んでますけどね、うん、あ、そうなんですよ、深入りのブラックコーヒーはね、寝覚めをシャキンとさせるのにっていうイメージが強いですけど、あのコーヒー浅入りの、こういった、やつっていうのはね、結構寝る前にリラックス、アロマ効果みたいなのが強かったりするんでね、結構実は寝る前とかの方のが、特にこのミルクのやつなんてほんと寝る前、あ、これこっちの方がちょっと糖度強い分、お昼休憩とかのお菓子に合わせたりとかね、今日もワッフル買ってきましたけど、あの、チョコミント、チョコクッキーちゃんかいってね、ツッコミ入りそうですけどね、詳しい人からしたら。確かになんか、ペアリングではそっちの方でやってましたよね、なんですけどね。ちょっと甘いになるんでね、あれですけど、うまっ、うめえな。で、なんだったっけ、あ、そう、スペシャリティコーヒーね、あれね、どこで何で飲んだ、あ、そうだ、あれだ、それこそその仕事やっとった時なんですけどね、でこのところではスペシャリティコーヒーとか全然置いてなかったんですけど、そこで働いてた時に同期のやつでね、すっげえコーヒー好きなやつがいて、家にもエスプレッソマシンとかもう全部あるんですよ。あるっていうようなレベルで、確か学生時代は、大学生時代は、カフェで働いてたのかなとか、確かそんなような経歴だったと思うんですけど、で、自分で飲むのに、それこそ農園指定で豆を買い付けて、で、それもですね、焼いた豆じゃなくて生の豆ですね、を買ってきて、自分で、その日飲む量を焙煎して、で、エスプレッソマシンとかで抽出して飲むっていう、こだわりまくりなやつがおって、そいつとね、彼と、仕事を、ちょっといろんなプロジェクトと一緒にやったりすることがあってね、同期で。で、その時に家に遊びに行った時とかに飲ませてくれてね、寝る前にね、コーヒーが出てきたんでびっくりしましたけどね、やっべ、めちゃくちゃうめえって言って。聞いたら、その時はスペシャリティコーヒーっていうふうには教えられなかったんですけど、ここの農家のこういう指定でこういう豆買ってきて、で、その豆の大きさを選別する。なんか、それこそ東海オンエアの米を選別するやつみたいなことを、ほんと一粒一粒やるんですよ。やって、米の豆の大きさを揃えて、それを焼いて、焙煎して、で、雇って、こだわりがすげえっていうね、すげえな、同期と思いながらね。結局確かね、バリスタ目指すっていう風な、夢持って、東京行ったんですけどね、今元気してんのかな？なんかね、うちの周りはそういった、なんでしょうね、うちがね、あんまり、なんかこだわりを持って、ふらふらーとね、やってる割にはね、周りにはそういったね、しっかりとね、こだわり持ったやつとかね、そういうのがね、集まるんでね。おかげでね、そこで、そいつのおかげでね、コーヒー、ちょっと詳しく。
なりましたね。それまではどっちかというとコーチ派ね、それこそ高校の部活なんかもね、文芸部やってたんで、そうするとやっぱねお茶会文化なんですよね。うん、で結構それこそいろんな何十種類ってね先輩でね茶葉を自分で仕入れてやってるっていう、人もおって、で、今日この茶葉持ってきたよとか、ね、すごい時なんて30種類ぐらいの、お茶のセットみたいなのがトーンとあって、どのお茶飲むみたいな感じで好きなやつをね入れてティーポットでやってって言って、やってましたけどね、それを見た、世界史の先生が喫茶店でもこんなところねえぞっていうね、ツッコミが入ったっていうね、うん、なんでそこでその先輩とかにね教えてもらって、あるぐらいのねやつとかでもいろいろウバとか、まあ、茶葉の種類から、ペコオレンジペコとかが何だったっけ、そのドルね、そのお茶葉の種類の話と、それこそ焙煎方法みたいな感じで、その茶葉の位置とかでちょっと名前が変わったりとかいろいろあったりとかしてね、うん、まあ、緑茶でもありますよね、カリカネとかそういうのもありますし、その産地とかね種類によってっていう名前もありますし、製造方法をね、かぶせ茶だったら、そのかぶせっていう、製造工程においてね、その生産工程において、かぶせっていう作業をすることによって、まあ、玉露に近くなるって言ったら、すっげえ雑ですけどね。うん。玉露っていうのはもうちょっと厳しい、条件で、かぶせるものとかも縛っとってっていうところですけど、それの代わりにネットをかぶせるっていうね、それも、かぶせる期間も、玉露よりも短いか、2週間とかで、ね。実際は日照加減でちょっと変えたりとかするんですけどね。それはもう自分、私では分からんすよ。もう、その、専門のね、オーナーさんがおって、そういうのを聞いて、あ、ここはちょっともう一日待とうか、とかっていうね、ちょっと雨降っとったしっていうんで、もう一日待とうや、みたいな、とかして、こう、調整してね、やるっていうのはね、うんうん、っていうのを知ってるんだよね。やっぱし、実際それだから一番多分緑茶がやっぱし製造にも関わったっていうのもあるんでしょうね。やっぱしその美味しいお茶ってめちゃくちゃ美味しいなと思いますしね。なんで急須はちゃんとしたの持ってますもんね、家に。で違う今日はコーヒーの話をしないといけないよね。コーヒーの話をしないといけないんだけど、あ、違うか。これ、コーヒーの動画じゃねえや。何撮るって言ってたっけ。あ、そう、自販機ね、自販機。忘れてるもんね。早速ね、ちょっと自販機の方ね、飲みながらね、向かっていきたいと思います。いいね。優雅だよね。まあ、これの話はちょっと、後々ね、とりあえずその自販機の方ね、行ってみましょう。